こっち向いて咲いてますが、これが、まあ、クリスマスローズの語源になったものでして、他の、クリスマスローズの仲間というのは春に咲くんですが、このニゲルという、アルペスからこれヨーロッパに咲くものなんですけど、ニゲルだけがクリスマスの頃に咲くんです。でクリスマスの頃に咲くバラのような花、まあ、奥なんかそうですけれどもね、ちょっと大きくてピンク色がかっていて華やかですね。冬というのは花が少ないですので、まあ、ヨーロッパでもこのクリスマスの頃に咲く、バラのような花ということでクリスマスローズと名前がついてます。他の種類、先ほどの、まあ、セルビアセルビックスとかオリエンタリスとか、まだつぼみが多いのが額で、先ほどと一緒ですが、周りの黄色の部分が花、そしておしべと中にしべがあります。まさにカペプリやこの植物草というのはスプリングヘメラルあるというのは、まあ、スプリングヘメラルというのは効率がいいんですね。今他のなんていうか他の青い草がどんどん出てきてますが、まあ、初夏から夏にかけましたら他の草がどんどんね丈が高くなってきますけれども。でドライベイ通りにある方が結構綺麗にたくさん花咲いてるものもねありますが、六甲山自体満作がちょっと減っておりますので、まあ、あんまり見かけることはね少なくなりましたが、まだね裏六甲ドライベイ、西六甲ドライベイにもねあるのはあります。まあこの花が咲いたら六甲山春が来たという感じで、まあたくさん咲いたら豊作、満作、豊作という意味や満足作というところから満作と言われてますが、まあこれ不作という意味ではなく、これ老木でもだいぶ花が少なくなっております。で、簡単でしたけれどもね、ちょうどここソベコの広場、後ろはセミモ。